こんな質問をいただいたので皆さんとシェアしたいと思います。質問をくれたのは小学校6年生の女の子。コストコが好きで家族と週末の旅に行くそうなんですけれども、英語ではコスコとなるんです。なんで T を発音しないんですかっていう質問をいただきました。アメリカ英語の T には発音ルールっていうのがいくつかあって、例えば Water Butter のように T が D に変わってしまう Flap T というルールや Curtain Button のようにある程度決まった綴りによって T が飲み込まれてしまう Glottal T というのがあります。で、今日はこの Costco の T が完全に消えてなくなってしまう Silent T というルールをご紹介したいと思います。はい、アメリカ英語では T が子音の音と子音の音に挟まれた時、完全に消えてなくなってしまうというルールがあります。これが Silent T なんですけれども、例えば皆さんこれは何て発音しますか？ Christmasですよね。これも Costco と同じルールが当てはまっていて、例えば Costco の場合 S と K の子音の音に挟まれた T、 これがなくなってしまいます。それから Christmas の場合は S と N の音に挟まれた T の音が完全に消えてなくなっています。で、この Silent T のルールなんですけれども、単語の中、一つの単語の中だけで適用されるものでもなくて、例えばこんな単語 Gift Fact Product、 こういう名詞が複数形になって S がついた時、 Gifts Facts Products というふうにT が結局子音の音と子音の音に挟まれてしまうことになって、完全に消えてなくなってしまうんです。なんでなくなってしまうかというと、 T は破裂音という音に分類されます。音を出すのにエネルギーがすごく必要なんですね。なので子音の音が続く場合、 T を外してしまった方が発音しやすいんです。この場合はね、T を発音してしまったからといってネイティブに、誤解されるということはありません。でも知っておくとネイティブの英語がより聞き取りやすくなりますし、あなたの英語もよりネイティブに近づきますよ。それではまたお会いしましょう。 See you next time. Bye.